コンクリートジャングル。コンクリートジャングル。ポイントを変えるだけですごい楽しみ方変えられそうと思って。世界一周してますからね。あの僕だけ。こんにちは。本日の人馬解放宣言チャンネルは福島県の磐梯町ザ・リトリートプレイス。はい。小川直樹さん会。あ、すいません。小川直樹さん会ですね。はい。間違ってなかったですよ、今。よろしくお願いします。お願いします。ね、当社で最多出場で、ね。どうやら。はい。どんどん更新してますけどね。はい。はい、でね、前回のね、放送で、はい、あの達也さんとかね、五十嵐さんいた放送で、PR が難しいって話をね、うん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 、されたじゃないですか、はい、PR をするためにはやっぱり初めて来た人がどう感動したかっていうのをそうです ね, だから 知る機会とか発信する機会って大事だと思ったんですよ、うんうん、なのでこう、ね、いや聞きたいですね、はい、東京からお越しの、はい、田中久志と申します。まだ大学4年生の、人間です。よろしくお願いします。最年少ですかね。本数はね、はい、本数はね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。福井県から来ました松田明子です。よろしくお願いします。お願いします。こうやってあの関西に時々旅に同行させていただいて、そうそう、うん、はい、2回目ですね。2回目ですね。はい、じゃあ四国、広島と四国、うん、大阪で、うん、じゃあこのお二人に、はい、くしゃみでどうだったかっていう、ね、いやね、めっちゃ気になりますもん。気になります。最初に聞いてみようかな。はい、はい、どうでした？どうでしたか。まず一つは自分の知らない楽しみってこんなにあるんだなっていう。もう生粋の東京生まれ東京育ち。そうなんですよ。もう22年間ずっと東京で住んでまして、でもコンクリートジャングル。コンクリートジャングル。もう緑なんてない状態。あっても作られた緑みたいな状況でずっと住んでて、でまあ実際にここに来てみて、なんて言うでしょうね、こう広大な自然をもうそのまま遊びにしてる感じ、それが自分にとってはすごい新鮮で、こう内側から本当に楽しめましたね。嬉しいですね。嬉しいね。コンプリートジャングル、ね、でも服装舐めてたよね。あ、舐めてました。まあそれも自然傾向のためにでダイレクトに感じるためにはね、露出多いものがいいのかな、ね、なるほど。これ次回はね、もっと装備もだから本当に登山してみて、なんかこれちゃんとした装備でやったらもっと面白さ倍増するんじゃないかなと思って、なんでちょっと次登るときはちょっとガチガチに固めていきたいなとか思いましたね。とはいえね、山頂まで行ったからね。結構そうですね、やっぱ若さなのかな。若さ、そうね、ぐさぐさ作業のあの、僕だけ途中でギブアップしたんですよ。いや、すごい、もうね、9割5分登ってってって感じですからね。そうね、やっとね、あとの5分がね、あと5分ぐらいですよね、ほんとね、体感としてはね。ただね、もうね、限界だったのよ。後半喋れてなかったですもんね。いや、もう死ぬすべのライオンみたいになってたでしょ。もう吠えられない感じでしたね。山頂どうだった？いや、やっぱりすごかったですよ。なんかもう言葉じゃやっぱ表せないんですよね。実際にカメラで映そうとしても、やっぱ目にはかなわないですし、やっぱ肉眼で見るからこそのやっぱ良さって、登山初心者としては。やっぱあるんだなって感じましたね。その脳裏に焼き付いてくる感覚はすごく嬉しいですね。だから多分どの年代でもあの景色って多分心に来るんじゃないかなと思っていて、実際に僕らの代でも実際に自分がそう感じたんで、周りにやっぱそれは感じてほしいなって、外部のものからでもやっぱそう感じました、で今まで登ったことがないと登山初めてだったんでしょ。初めてだったんです。それなんかこう仲間内で山登ってみるみたいな話にはなってなかったってこと？そうですね、やっぱそういう話自体が出てこなかったですね。多分発想自体が多分ないんじゃないですか、都会の人って。なんかこれ PR のところ。いや、そうですね、ただまだ浸透してないんじゃないかなって。ディズニー行く感覚でやっぱ山登れたりとか、なんかその選択肢にすら入らないってちょっと悲しいことでありますし、
そう。いや、確かに今ディズニーって言ったじゃない。あの昨日ナン君さ、はい、あの音楽かけながら登らせてたじゃん。はい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 、あれいいよね。なんか気持ちがこう合わるよね。音楽聴いてる時ちょっと疲れるもんね。うんうんうん、あれいい登り方だと思う。いやそう。しかもなんかイメージ浮かぶじゃないですか。例えばジブリの曲流してたら、うん、ジブリのこのシーンだなみたいなのと、うん、今自分が行ってるでその森のトンネルみたいなのを重ね合わせたりする、うんうん、なんかすごい感じるものありますよね、うんうん、松田さんが喋りたがってね、どうぞ喋る渡しましょう。私はあの福井県なんで、はい、環境的には福島県と結構よく似てるんですよね、うんうん、自然がいっぱいあって。でただなんかちょっと違うのは結構移動距離少なく水辺とキャンプができるとことアクティビティができると山があったりとか、うんうん、ギュッてこう集まってる。ですごいあの行動しやすいというか、はい、遊びやすいなっていう感じがあったのと、湖とかも周りを一周こうできたりとか、うん、あの磐梯山も裏と表があったりとかでいろんなところから見れるから飽きないのかなって思って、うん、山とかだと片面だけしか見えなかったりとか、うん、海とかだとここから一方的な方向だけしか見えなかったりとかっていうのがあるんですけど、まあ、そういうのがあってすごい奥が深いというか、何回来てもポイントを変えるだけですごい楽しみ方変えられそうと思って、なんかそれがすごいここ魅力だなと思って。え？ここで切れたんだ。なんだろう、メニューが多いのかもしれないね。そう、メニューめっちゃ多いです ね、なんか遊べるね。だから人生で1回きりじゃなく何回も来たい、まあねうんうん、エリアなのかもしれないですね。うん、秋は来ないですね、全然。そうね、地元の人とかでもよく登ってるって聞きますし。確かに地元なんか多かったですね。そうですね、確かに、うん。逆にどういう情報があったらその来るきっかけになるというか、うん、って思います。情報なのかそれともなんか伝え方なのかとか、そこら辺が結構課題なんじゃないかなって、なんか情報はもちろん一番最初にこう目にするんで多分すごい大事だと思うんですけど、その後はこういろんなアクティビティがあっても教えてくれるとかやったことのないことに気軽に挑戦できるっていう、なんかそういうガイドさんがいたりとか、あの遊び方を教えてくれる人がなんかいてくれるといいなって。そうだよね、それは感じました。東京から来てガイドいなかったら本当に何もできないよ。本当にゼロの状態なんで、自分がここに来て何をすればいいんだろうってやっぱ感じますね。なんでそういう遊び方をこうまあ少しずつ教えてくれるだけでも全然違うんじゃないかなと思います。このエリアってさ、直樹くん以外にもいるんだね、そういうガイドしてる、まあ、そうですね。あ、でも結構いますよ。ガイドというか、なんか僕らにとってはもう遊び場なんで、うん、遊び場を案内するという感覚なんで、はい、全然いっぱいいますね、それで言うと。それって旅行するときに、なんかちょっと検索して出てきたりするものなの、はい、いや、ではないですね。もうそこまでやりたいなと思ってるんですけれども、うん、まあ、将来的にそういう組織も作りたいなっていう構想は会社の中ではあるんですけれども、うん、まだやっぱりできてなくて、例えばここに泊まりに来てくれた人とかに対して、まあ、僕がアテンドしたりだとか、うん、その僕の友人とか、この間前回 の動画に出てくれた人がアテンドするみたいなことは結構あるんですけど、この輪はちょっと広げていかないかなっていうのはすごく思ってますね。あれ、南極とか泊まりに来る人たちって、はい、都内とか近郊の人が多いのかな。最近は半々ぐらいですかね、うん、前は結構都内の人とかもいたんですけども、うん、最近は県内でちょっと知名度が上がってきたのかわかんないですけど、県内需要がすごい、ありがたい、不思議、それすごくない？すごい。サップとかも結構県内の人多いですね、うん、へ
さっきね、今日これからやるんで、サップで。めっちゃ楽しみ。ね、楽しみ。この後にちょっと流れますね。そうそう、流れますね、サップのね。はい。じゃね。そうか。で、その県内の人は何を求めて？割と、まあ、なんか噂を聞いてとかっていうことが多いですか、ね。あ、これ良かったよ。そうですね。その良かったが何なのか、言葉にできたらいいのかな。なんだろうな。まあ、でもなんか普通の宿だったら、もう受け身じゃないですか。ああ、そうね。お金払って泊まって、うん、で、中身は全部自分たちで考えて。うん、で、話すのもその自分と一緒に来た人たちだけ、そう、ね、最低限の受付のフロントの人たちっていうのだけじゃなくて、やっぱりここに来たら、なんていうんですかね、まあ、お客さんと僕も友達になりたいですし、せっかく来たからにはいい思い出作ってもらいたいですし、そういうきっかけを与えようとしてるっていうのは結構ありますかね。ホスピタリティ高いよ、ね、ホスピタリティなんですかね。なんか高いと思う、うん、なんかだって全然ストレスなかったっしょ。本当に何でもやってくれて、なんかいいかなって思ったら、何かしないとっていうのが自分は思いました、ね。それぐらい今できる最短は多分ここなんですよ。こういうふうにいい思いをしてもらって、例えば地元に帰ってもらった時に福島めっちゃ良かったよねとか、そうだ、口コミだよね。それで拡散してほしいんですよ、うん。別にここの宿が良かったじゃなくて、福島のエリアがめっちゃ良かったなって伝えてほしくて、今日がちょっと秋の立ち上がりぐらいのツアーじゃないですか、四季楽しめるエリアじゃないですか、はいはいはい、他の春夏冬でなんかプレゼンできるところがあれば。そうですね、まあ、冬はもちろんもう豪雪なんで、もうここら辺こんぐらいまで普通に雪が、マジで、少しですねですよね、まあ、だからスノーボードだったりとか、まあ、なんだワカサギ釣りとか、うん、氷でやる。ああ、そうです。ああ、マジで、やりたい。すごい。あと2ヶ月後からできます。11月、11月1日からできるんで、でそこの上でスノーモービルやって、ツタワカサギは家で揚げて食べてもらったし、いや、いいね、鎌倉でご飯食べたりとか、いいですね、作って、いいですね、やりたい。20代の前半の東京の男の子でもそういうのグッと来るの？いや、来ますよ。だってやっぱり僕ら都心の子がやっぱ子供の頃本当に10歳いかないとかって、やっぱ東京でもまだそれなりに雪降ってたんですよ。でもやっぱり温暖化の影響とかで最近じゃ全然降ってももうすぐ溶けちゃうみたいな感じなんで、童心に帰れるっていうんですかね、っていう意味ではかなり興味ある、興味ありあると思いますよ。嬉しいです。嬉しいね。じゃあ福井とかはワカサギ釣りとかできない？できないです。だから降るんですけど氷が張るまで寒くはならないので。あ、そうですね。で場所によって積雪量もだいぶ違うので、全然ちょっと違いますね。まあ、それでいうと福島もここら辺ですよ。この会津エリアがめっちゃ雪降る、郡山とか、あとさっき言ったいわきの浜通りとかは全然、福島の中で自然を存分に味わえるのがこのエリア。いやだと思いますね、はい、春は桜めっちゃ綺麗ですし、あと新緑ですかね、新緑、もう雪でだいたい植物全部枯れちゃうんですよ、あの針葉樹以外とかも。でそこから芽が出てすごい明るい黄緑色みたいなのがもう森の中バーって広がってから、で藤の花とかが咲いて、はい、綺麗だよね。そうですね。でまあ初夏で入って、で夏に入ったらもうさっとこういうアクティブ、登山もそうですし、秋も紅葉とか、そうですね。日本の良さをすごくギュッと詰め込んでるありますかね。特殊な地域みたいなね、だと思います。いろんな環境が整ったね。さすがね、世界一周してきてここ選んだだけあるよ、ね。まあ、説得力あるって言われますけど、説得力あるって言われますけど、世界一周してますからね、はい、すごい、本当にすごい。日本も大体行ってます。行ってるね、はい。その男が選んだ地域がここにあるわけですか。そうなのよ。それ大事かもしれないね。それをつけて言う。確かに。ぜひそれで AKA みたいな感じで。PR して。それを口コミの先頭につけて。そうですね。